ルンバの後でもつけなしゃあないねん。だからもう私もお酒飲みながらずっと後つけてて、入っちゃいけないとこ入ってグッ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 とか、もう本当一人じゃない。もう寂しすぎるわ。実は今回スタジオのお客さんも一人暮らしの女性ばかり。切ない一人暮らしの悩みどんどん出てきました。22番の方、22番の方ね、一人暮らし歴が8年。一人暮らしをしていて困ったことはありますかという質問に対してですね、自分で作った料理を翌日食べたら夜中に食中毒になり動けなくなる。あらー、かわいそう。苦しかったでしょ、ねえ。ほんで電話までたどり着けず、助けも呼べず、ただただ収まるのを待っていた。うわー、かわいそう。これは辛いですね。生きててよかったね、ここに来れて。ここに来れてって別にここ目指して生きてきたわけじゃないですよ。嬉しいもんね。そうですよ。さあ34万の方、34万の方ね、一人暮らし歴20年。おお、だいぶ長い。先輩、先輩しかないよね。一人暮らしで困ったこと、夜中急にお腹が痛くなった時どこまで耐えるか悩むと。あ、分かる。いつ救急車を呼ぶかタイミングは分からない。そう、分かる。そうなの、呼べないのよね、結局ね。呼んでからこう収まったりすると悪いなとかね。そう、あるある。お腹を壊した時食中毒なのか食べ過ぎなのか分からない。鉄板の一人飯で比べてみました。一人暮らしのスペシャリストの、おはこ料理を比べてみようということですね。はい、それでは早速比べてみましょう。どうぞ。さあ何が出てくるんでしょうか。ああ踊らんでええよ。さあ出てきました。